皆さんこんにちは、まえチャンネル前原です。今日は2015年ベストコスメを受賞した資生堂のスポッツカバーファンデーションを試してみたいと思います。やります。はい、そんな感じでこちらでございます。早速開けてみましょう。すごいちっちゃいんだね。松本清で購入してきたんですけども、めっちゃめちゃ恥ずかしかったです。私、資生堂スポッツカバーっていうのありますかねってあの店員さんに聞いてねそれで買ってきたんですけど、なんか色が2種類あるって言われまして、明るめのものと暗めのものがあるって言われて、とりあえず明るめのものを買ってきました。僕ね、色白いんでね、多分明るめのものでいいでしょう。はい、開けてみると、あ、こんな感じ、ちょっとクリームっぽいんですね。それでなんでですね、これを今回買ってきたかというと、ここですよ、これ消えないんだ。あの、私ね、この前のあのフェイスマスクの動画以降ですね、毎日のようにですねフェイスマスクしてるんですよ。で、この辺のね赤いのはね徐々に取れてきたんですよね。ところがこれだけ取れない。これを隠しちゃうと思う。じゃあいきます。どれぐらい柔らかいんだろう。ああ、すげえ、こんなつくの。これでこうして、あ、やっべえ、めっちゃ明るいやこれ。こう伸ばせばいいのかな。わかんなくない？わかんないよね。すげえ。一応ですね、説明書の方に、あの、男性もご使用いただきますというふうに書いてあったので、オッケーですね。オッケー。本来はあざとかシミとかそばかす、やけど跡など、目立ってるところにこう塗ってごまかすわけだ。ごまかすって言っていいのかな。うわ、あ、すっげえ。はい、ちょっとアップですいませんね。どうでしょうか。全然赤いのないっすよね。すごいね。ちょっと怖いね。はい、戻ってまいりました。ということで1時間前に試してみて、結構ね、あの、赤いの取れましたね。ただですね、これやっぱ肌を覆っちゃうから肌自体には良くないんでしょうね。あの、そういえば私、あの、今またお風呂上がりでこれやってるんですけど、これはですね、こちらを使っております、クオリティファーストのオールインワンシートマスクってやつですね。ザベストってやつです。頂点を極めた最高峰のエイジングケア大容量マスク。今日の動画はですね、あの、私、あの、遅くなるの分かってたので、あらかじめツイッターでですねアンケートを募集しまして、4つの項目の中でどれがいいかということで、見事ですねビューティー系2回目がですね1位になりましたので、今回やらせていただきました。たまにですねツイッターではそういうこともやったりしてますので、ぜひツイッターのフォローお願いします。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。